12月20日、能登半島沖の日本の排他的経済水域内で、北朝鮮線の近くにいた韓国海軍の駆逐艦が、警戒に当たっていた海上自衛隊の哨戒機に向けて、下記完成レーダーを照射した。しーーこれに対し日本政府は、韓国に抗議を行い、動画を公開。しかしか韓国は 逆に日本が威嚇低空飛行を行ったと批判する動画を公開し、日本に謝罪を要求したこの事件をめぐっては、レーダー照射の有無に焦点が当たっているが、日本の排他的経済水域内で、韓国海軍が北朝鮮戦と何をしていたのかが明らかとなっていない今回、ザ・ファクトでは、元航空自衛隊パイロットの川田誠二氏にインタビューを行い、 この事件の真相に迫った今回の問題で大きく取り上げられたのは下記感性レーダーと言われるものが照射されたということなんですね下記感性レーダーすなわちミサイルとか対空砲の狙いを定めるためのレーダーが照射されていわゆるロックオンですね えー、つまりあの銃口を向けられてもう撃てばいつでも発射的できて命中するっていうような予備動作がされたっていうことこれがレーダーダ照射事件とわれるもの,の本質ですね、えー、韓国側のこのレーダーに対する説明には二転三転していまして最初は、えー、漁船を捜索するために火気管制レーダーを使ったといその後年末にですね韓国は一切の,このレーダーは照射しなかったというふうに言ったんですが。 なんとそれが2019年の1月4日に韓国政府がこの動画を発表した際に夏季、えー、完成レーダーではなく探索レーダーは照射したというふうにまず変わってきたのが一つですからもう一つはこの中でむしろ日本の方が悪いのであって、えー、海上自衛隊の P1 哨戒機が、えー、低空威嚇飛行をしたこれに対して謝罪をしろと。 いうような、全く、えー、日本に対する挑発的な動画になっていたというところがございました。日本政府が事件後に公開した動画を、川田氏に解説してもらった。はい、ここで今、ええー、レーダー照射を受けているところですね。 艦内では大きな、えー、この警,警報音が鳴り響いているはずです。でここで、えーまあ、レーダー照射を受けたので、えー、離脱しているところをですね、えー。なるべく離れようとしている、えー。韓国側は日本が最も近づいた時ではなく高度を上げて、えー、距離を取りつつある時にレーダー照射をしたということがわかるかと思います。なので、えー、このいか えー、脅威をを感じて照射をしたとはこれずっとこのレーダー照射を浴びている状態ですからかなりかなり長い時間レーダー照射されているので、えー、本当に単なるミスならばこんなに長期間長時間レーダー照射は浴びないでしょうから、えー、どちらかといえばやはり意図的なものを感じざるを得ない。 気します当初あの韓国側はこの漁船を捜索していってレーダーを発射したんだっていうことをしていましたがこの動画を見たらそれが嘘であったというのがは,はっきり分かってしまったわけですよね。というのはこの韓国の救難艇がですね既に漁船を発見し救助作業中だったということが分かったからですねこれはちょっと止めてください。 この真ん中にいるのがこの漁船ですね。この漁船に横付けするようにこの韓国の救難艇がいてさらにこの救難艇から出されたと思われるこの小型の,このボートのようなものが2隻見えるかと思うんですけれどもこの2隻によってこの漁船を取り囲んでいるという状況が見えますので、えー、明らかにも救助作業中もしくは何らかのミッションを行っていたということがこの画面からははっきりわかるわけです。 その場で実際何が送ったのか、あるいはなぜ照射されたのかっていうことなんですが、3つほど考えられるんじゃないかなというふうに思います。1番目はですね、現場のミス説ということなんですが、これはの日本政府も一番まず疑っている部分であるわけなんですね。で2つ目はですね、政府そのものが関与していたのではないかということですね。これは実際に2013年,年に尖閣諸島沖で中国海軍が、 自衛隊の護衛官に対ししててレーダーダ照射をしていますこれはその後産経新聞がスクープを載せましたけどここれは中国共産党ががをしたんだとということが載っております今の韓国の政権はです、ね、支持率もかなり下がっておりまして内部的に団結を固めなきゃいけないということもあり日本に対して徴用工の問題ですとか慰安婦の問題なので日本が悪かったということをどんどん責めておりますけれどもこういった問題も利用されかねない。 一つの問題であったんじゃないかということ二つ目ですね三つ目はですね北朝鮮と何らかの関係があってその中でレーダー照射されたんじゃないかという説がありますこれも確かにですね動画を見ますと、えー、北朝鮮のものではないかと思われる漁船を救助しているとなっているんですがなぜ韓国の大きな軍艦が出てきて救助しなきゃいけないのかっていうのは全く、ま、これ腑に落ちない ところがあるわけですよねでこれはもしかすると今回北朝鮮と韓国が休戦協定をです、ね、ほとんどこれ無視して融和政策で,です、ね、いろいろなこうあの終戦に向かっての動きをしていて北朝鮮にいろんな支援を実はしているんじゃないかというふうに言われてるんですがもしかしたらその一環として洋上で何かをしていたんじゃないかと疑われてもこれは仕方がない。 それをまた追っ払うためにレーダー照射をしたんじゃないかと疑われても仕方がないそういういい状況にあると思います小さな漁船一隻に対して韓国の大きなあ、まあ、軍用船駆逐艦が向かうということ自体がまず不自然、えー、ですからこれは何らかに事前に、えー、そういったところで行動しているということを韓国も知っていたこれは多分間違いないだろうというふうに思います。 まあ今、川田さんの話にもあったように韓国側がレーダー照射をしたことはもう間違いないともう動かしがたいまあ証拠があるわけです。にもかかわらず韓国側は最後までしゃらくれ続けて結果的に日本側はもうこれ以上協議してもしょうがないということでこの問題はまあ一見終わったかのようになっています。しかしかザ・ファクトが なぜこの問題を今やるかやはり私たちはうやむやにしていかないのはこのレーダー照射あったかどうかというものももちろんあるんですけどさらに言えば一体日本の排他的経済水域で韓国の海洋警察と海軍の船が何をやってたのか北朝鮮の船もそこにいましたさらに言えばなぜはっきり言えば日本の航空自衛隊のこの哨戒機を追い払う かのようにレーダー照射をなぜしたのかまあこれ一番わかりやすい考え方は見られたくない現場を見られたからっていうのがまあ一番筋の通る考えだと思います、えー、事件からですね時間が経つごとにこの一体どんな現場を見られたのかそしてえ韓国の海軍海洋警察北朝鮮の船がこの 現場で何をやってたのかということがいくつかの説で唱えられるようになってきています。ここ重要ですので皆さんにも確認いただきたいと思います。何があったのか。一番、工作船への給油説。これはですね、北朝鮮の工作船への物資及び給油燃料の給油ですね。これを韓国が助けてるんじゃないかという強い疑惑があるということ。二番目。 脱北者の捕獲説、えー、北朝鮮から船で逃げた脱北者のこの海上での捕獲そして北朝鮮へのこの帰国をこれを韓国側が手助けしてると、えー、実際にこういう事例は以前もありまして脱北者の船を韓国が捕らえたと。 でそれをですねえたまたま船が流されたんだというこういう理由で、えー、韓国側が北朝鮮に返したということがありますえー、今回のですね、あのー、その北朝鮮の船に乗っていたあ人たちもわずか2日後に、反問店で、えー、北朝鮮側に返されておりますのでこの2番の脱北者の捕獲説、えー、これもねあり得るかとそして3番、これが重要なんですけれども金正恩暗殺計画班の捕獲説。 このですね衝撃的なこの説を唱えているのが冷卓大学客員教授の西岡智さんです正論の3月号に載っている説なんですけども要するに2018年、昨年の秋にですねどうも北朝鮮で金正恩暗殺計画があったと、まあ、これが露見しましてその首謀者たちがまあ処刑されたと。 でそして昨年の終わりになってその暗殺計画をしたグループのー一員があこの船で北朝鮮から逃げようとしたのではないかとそして日本の排他的経済水域まで入ったところで北朝鮮から協力を求められた韓国側がこの捕獲に動いて結果的に韓国の海洋警察と海軍によって捕らえられて 北朝鮮に連れ戻されたのではないかという説が出ておりますまあ、あのー、どの説かはですね残念ながら今のところ日本において、えー、決め手がないえなぜならばすでにご覧の通り韓国側はこの件に関して何ら日本に協力するは意思はないとおそういうですね姿勢を示しているかでありますまあ、いずれにしましてもこのようにだんだんと事件から時間が経つにしたがって 韓国と北朝鮮が何らかの形で協力しているのではないかとこういう説が日増しに強くなっておりますもちろん、えー、今回ですね、まああのー、北朝鮮においては武装解除が進んでおりますので、えー、この南北融和が進むこと自体は私は結構なことだと思います。しかしか日本の近海において もしかしたら北朝鮮の工作戦など日本国民の命や安全財産にも何かしかの危害を及ぶようなそういう行動があるかもしれないところで南北が一緒に作戦行動をしているというのはあまりにも不気味ですしかもこの南北融和が進んでさらにその南北が反日ということで一体化していくならば日本にとってこれほど危険なことはなくこれは断じて許されることではありません。 えー、韓国は北朝鮮の次に中国というこの東アジアの脅威の本丸を同じように抱えている国のはずです。そういう意味で言えば韓国に今求めたいのは日本、アメリカ、韓国このように自由や民主、信仰という普遍的な価値観を一応共有する仲間として連携していくことのはずです。韓国に対しては 頭を冷やしてもう一度何を守らねばならないかということをしっかりと見据えた上で日韓の関係を強化していくこういう方向をぜひ選んでいただきたいと思うところであります。